こんにちは、Pです。ドラクエウォークです。でドラクエの日来ました。38周年なんですね。ログインしたら3800ジェムいただきました。ウォークは私も好きでサービス開始でやってます。ちょっとね、日課程度だから弱っちいんですけど、はい、楽しいですよね。で、こちら見たら両手剣なんですね。伝説の勇者いいですよね。はい、で欲しいと思ってね、ガチャ引けたのが見て2回です。はい、2回しか引けなかった。なんでなのって言ってください。これです。ゴールデンウィークに復刻でメタルキング装備ガチャ来てましたよね。私鎧上だけ持ってなくて、はい、今回ね4万ジェムぐらいあったかな、はい、全部使ってね。でもね、出たのこれで全部揃いました。すごくね、これはこれで嬉しいです。はい、装備揃ってるのはこのメタルキングとこちらですね、渚の勇者姫装備。こちらもね、武器と、はい、防具揃ってます。でね、今回の20連の結果なんですが、結構良かったです。はい、見てください。まずね、最初の10連で出たのがこちらです。伝説の勇者の盾。これね、攻略サイト見たらこれだけでも引く価値がありますって書いてあったのね。え、で何と思ったらこれです。光の守りというスキル、いつく波動ガードです。あ、これいいですよね。今の段階でこれだけなのかな。はい、優秀だと思います。まあ良かったと思ったんだけど、でも欲しいのは両手剣ですよね。はい、でね、20連目、2つね、虹が光ったの。わー、やったかもって。はい、最初の1箱目こちらでした。はい、伝説の勇者の衣上、メタルキングはなかなか出なかったのにこれは先に出るんだなと思ってね。はい、でね、2つ目の箱で、はい、これ出ました。闇払う光の体験、すごく嬉しかったです。20連しか引けなかったから、うん、嬉しいと思って。でね、これすごく優秀なんですよね。見て、いきなりが3つもついてるの、すごいよね。系統へのダメージ 1.4 倍と、開始時に攻撃を上げる、で、ごく稀にかなり上げる、だから多分攻撃を上げるは倍しようんですよね、1段階で。かなりは倍期状態だと思うんですよね。で、スキル的にもね、反対に威力730のデインなんですよ。これって、プレイモアが単体のデインで540なんですね。だから190も上なの。はい。で、ただ全体の方は、デインとバギーの370なんですね。これはゴールデンクレイモアがチバリアの490なんです。ただね、1.4 倍になったとすると、370×1.4 って518なんですね。だから上に行っちゃうんですよ。で、攻撃力も上がるしね。あれ、これすごいじゃないと思って。で、メタル系なんですが、私ね、この、渚の勇者の盾葵だと、メタル系には単体なんですよ。だから、メタル系を討伐するときは、極炎を使ってるんですね。ただね、極炎全体なんだけど、32のダメージなんですよ。で、ゴールデンクレイモアは48なんですよね。で、今回の、はい、こちらも48なの、全体。いいですよね。うん。よかった。すごくね、嬉しい。しかも何これ。気合を貯めることで次に与える、あ、体質が一
一撃だけ倍になる。倍はすごいよね。4枚のダメージだって。でね、やっぱりね、ロドのマークの感じついてるよね、これね。かっこいい。ただね、防具は鎧の上しかないからね、もし全部デインを狙うんだったら、うん、このキャラのね、こっちを外さなくちゃかもしれない。これね、メタルキングが全部ついてますもんね、デイン系がね。はい。うん。でもね、満足です。嬉しい。これね、2しか上がらないのかな。はい。立ち合う力がちょっとしか上がらないけど、攻撃力1391まで上がります。見て、ロトのマークっぽい、この、ロトの剣みたいなね、王者の剣も同じかな。似てる。はい。なかなかね、ガチャはね、狙っても当たるもんじゃないから、今回は本当に嬉しかったです。5万もね、やっても出ないとき出ないから。ねえ、あった。確かね、ガチャで、何回？ 20 回目スタンプか。そうだよね、20回目で確定はあるんだけど、20回回すって、6なんだよね。ないない。もうだって1800しかないもん。またね、ポチ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 ね、毎日、日課、楽しみながらやってます。はい。なるべくね、トークも上げたいと思ってるんだけど、なかなかね、弱っちくて。何かね、上げられたらと思ってます。はい。今回は、なんていう武器だっけ？ごめんね。ね。闇払う光の体験入手できましたという動画でした。はい、じゃあまたです。バイバイ。